静岡市を走る日本平パークウェイでは不正に改造された車の危険な運転や騒音が問題となっています。このため警察と国土交通省は昨夜臨時の検査場を設置した上で車体の状況や排気音の大きさなどを確認する取り締まりを行いました。日本平が平和で愛される土地になるように徹底的に不正車両に対する取り締まりを実施していきたいと思っております。取り締まりの結果12台に対して整備命令を出したということです。